はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの変化球キャラピックアップガチャを引いていきたいと思います。神楽坂くんと阿久津とクオンくんが復刻してますということで、で自分はまだね、あの神楽坂くんプラス3になってないので固有が解放してないんですよ。で前回のね、神楽坂くん復刻した時のガチャも引いたんですけど、まあ神楽坂くんに関しては散々な結果になったんで、まだプラス3にはなってないので今回狙っていきたいですね。であとバナーキャラとしては阿久津とね、犬川も持ってないので、まあ、ここでね、手に入るとかなり嬉しいかなと、思います。で、一応30連目のバナー SR のところまでは、引いていきたいと思います。それではまずタンガチャの方からね引いていきましょうか。まあ、タンガチャもねワンチャンあるんで相当確率は低いですけどワンチャン狙えるんで、普通のポンからキラーンって、まあ、せめてね PR が出てくれれば解放用に使えるけど、まあ R のクオンくんか。クオンくんもね俺はね割かし使うんですよ。その精神がね余る高校でやっぱり強心臓で、強心臓自体は特能としてはねやっぱ試合でかなり有能なんで、まあ、つけたいといえばつけたい方なんで、クオンくんは重宝してます。でクオンくん45になるとね、試合経験点ボーナス、5% がさらにつくので、まあ、それでもね、解放していきたいという感じですね。じゃあ10連目引いていきましょう。こっちの方ですね。ここはバナー PR1 枚確定か。そのバナー枠でね、お SR が来てくれるとめっちゃいいんですけど、普通の枠ですねこれは。ホープくん、ホープくん、あ葵ちゃんの PR もいいね。葵、おお神楽坂くん PR 出たよしよしよし、神楽坂くんの PR が出てくれれば、あとね大丈夫博士像を全部突っ込んで一応プラ3までは解放できるんですよね。でただ神楽坂くんね、もちろんプラ5までいけるとさらに変化球ボーナスがつくので、まあ本当だったらプラ5で使いたいんですけど、まあ贅沢は言えないかな。で葵ちゃんはねいつか野球マン1号が来た時にちょっとぶっ込んでいきたいですね。で、SR のグッサンはまあミキサーかなっていうそんな感じです。じゃあ20連目いきましょう。ここは普通に SR が1枚入ってますと。まあ阿久津ね欲しいっすね、阿久津。うん、まあ普通に確定枠の1枚。おお来た来た来た、よし阿久津ありがたい。ゼニ君そういやダンジョンガチャはね、あまた神楽坂君の PR が来た。クオンくんね、クオンくんね確かね PR を持ってないんで、 R だけだとねどうしても解放に使えないんで、じゃあどうしようかどうしようかっていうのを、まあ引くは引くんだけど、そうするとここでね、まあ、神楽坂くんが SR で出てくれてプラ3になるでしょ。で PR をプラ5にして2解放すれば一気にねプラ5まで持っていけるんで、それも狙いたいよね。ただ犬川が出てくれてもいいし、まあ、とりあえず引こう。何はともあれ引いてから考えよう。さてさて、まあ1個っすね、1個枠でも毎回 SR がね入ってたんで、おお犬川よしよしよし、これで一応変化球キャラがまた充実してきたね。ちょっとね前イベのね変化球キャラがねすんげえ不足して、また神楽坂くんの PR 出てんなそれはそれで嬉しいんだけど、で前イベの金徳を持っている変化球キャラがね欲しかったんですよね。やっぱねオリ編だとねスバルくんとかも前イベなんですけど、まあイベントが重いっていうのと、あとオリ編持ちなんでどうしてもね他のオリ編かぶりしちゃう可能性があるんで、ちょっとねデッキ編成が狭かったんですけど、今回これで阿久津と犬川が手に入って、さらに神楽坂くんも確実にプラ3にできるんで、また変化球系のねデッキが広がったので、まあちょっと上限解放の方に行きましょうか。じゃあ上限解放に移っていきたいと思います。もうある程度はまとめておきました。
まずはね、今回手に入れた、まあ、神楽塚くんとかもそうなんですけど、阿久津ですね。阿久津はね、結構、いろいろと素材がここにあって、まずは、阿久津くん SR にこの PR プラボを1個食わせましょうと。これでね、また2解放してくれればめちゃ嬉しいんですけど、強化大成功。違う、それはあれだよ。経験点がいっぱいもらえるだけだよ。そうだよね。強化大成功っていうのは2349の経験点をもらえただけで、上限解放の2とは関係ないよね。まあ一応2解放しましたけど、よし。で、そこから、R がね、プラゴにできる数はないんですよ。1、2、3、4、5なんで、まあ、これは食わしちゃいましょう、もう。なので、まずは3ですね。3に1を1枚ずつ食わしていく。なんかまとめてやってもあれだけどね。お、解放した、やったじゃあもう1枚 R いきますか。解放せよ。解放しない。あと何枚？あと3枚。阿久津よ、その力を解放しろ。解放しない。5枚あったら何枚くらい？2個ね、解放してくれればめちゃくちゃ嬉しいけど、よしよしよし。とりあえずこれで、じゃあプラゴが出来上がりましたと。で、またこれを、阿久津くんに食わせますと。これでさ、また2解放、ん？こっちでいいんだよね。これこれこれ、そうそうそう。2解放して、PR で解放すれば一気に5になるけど、それはね、さすがにでしょ。ほら、3。ということなんで、一応3までね、上げれば40レベルにはできるんですけど、テーブル的に40まで上げると評価だけかな。評価が10上がるくらいなんで、やっぱね、45の試合経験点ボーナスですよね。で、阿久津はもうやる気効果アップのデッキなんで、まあ、ブレインマッスルとかでね、かなり使えるキャラなんですけど、まあ、ちょっとプラゴまで持っていくのはさすがに、もう現状では無理なんで、あと犬川くんも、PR プラゴがちょっと1枚あるんで、犬川くんも投入しましょうと。さて、ああ、2位解放したね。割と解放するね。で、まあ、犬川くんはちょっとこれで終わりにして、神楽坂くんですね。現状が SR プラに。で、PR が3枚と、R が2枚あるんですけど、これ R はもうちょっと PR に突っ込んじゃいましょう。で、もし解放すれば大丈夫博士像の節約になるということで、まずこの PR1 枚を、プラゴに持っていきます。なのでちょっと大丈夫博士像はね、まだ1個しか持ってきてないんですけど、とりあえずまずはこの R2 枚を食わせて解放してくれれば嬉しい。おお2も解放したよ。すげえな。ってことは大丈夫博士像をあと2つ持ってくればいいので、ちょっとボックスから持ってくるんでお待ちを。で、間違えてね、大丈夫博士像3枚持ってきちゃった。で、今4枚あるんですけど、これでプラ3でしょ、でプラ4でしょ、プラ5になりますと。じゃあこれで強化していきましょう。よし、 OK。 あ、経験点はくんないんだね、大丈夫博士像。すっげえ久々に使ったけど。さてさてさて、ではここで確実にプラ3は解放できるんだけど、またね、2解放してくれれば、今度はね、プラゴの夢がね、見えてくるんですけど、それには例によってまたここで2解放してくれるのが必須。おお2解放した。ちょっと待ってちょっと待って、これさ、またさ、余ってる大丈夫博士像突っ込めばさ、プラゴいけるんじゃないか。ちょっとね、大丈夫博士像が何個あるか、今1個、予備があるんですよ。予備っていうか、このボックスの中に1つあって、で、PR が1枚あるでしょ。で、プラ2なんで、3、4、5、3枚はあるっしょ。いや、3枚はあるよ。ちょっと待ってね、もうこのまま見ちゃいます。このさ、強化する素材もさ、なんかまとめてほしいよね、アプリみたいに。多分下から見てった方が早いんで、ここでもう2枚あるでしょ、だって1、2。いや、どっかにもう1枚紛れてるでしょう。もう1枚、もう1枚、あ、いた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 。よし、これ作ろう作ろう。
大地爆発1個取って、でこれも1個取って、さらにどこにいた？あ、いたいたいた。オーケーオーケーオーケー。いや、神楽坂くんプラモになったのはでかいな。 PR のね、神楽坂くんがわりかしいっぱい出てくれたんで、それが良かったですね。まあ、あとね、もちろん上限解放2できたっていうところもいろいろ重なり合って、じゃあこれで1,2,3,4,5 ですね。いや、やったぜ、嬉しいな。 OK。 では神楽坂くんのプラゴを作り出しましょう。オッケーですと。よし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 。これでね、神楽坂くんはね、マジで解放すればするほど強くなるんで、まあ、40でね、もちろん固有がつくっていうのもあるんですけど、45でさらにね、変化球ボーナス8つくんで、これでね、変化球もかなり稼ぎやすいキャラとなって、さらにね、技術ボーナスもついてるキャラなんで、本当に神楽坂くん強いですよね。タックもね、あの固有で 80% になってるし、得意練習率もあって、やる気効果アップもあると。でさらにコツもいいというようなマジで強いキャラだと思うんで、まあ、神楽坂くんプラゴにできたっていうのが今回かなりでかかったですね。でもちろんね、阿久津も犬川も手に入ったんで、全体的に見るとね、まあ、俺の中では神ガチャでしたみたいなまあね、ガチャが良い、いいか悪いかっていうのはね、結局手持ちとかにもね寄っちゃうんでね、もう全員持ってるよっていう話になると、まあ別に引く必要もないし、今回はね、犬川と阿久津も持ってなかったっていうところが、まあ、俺の中ではかなりポイント高かったですね。というようなところで、じゃあ今回はね、かなり満足したガチャになりましたというところで終了したいと思います。またね、こうダンジョン、今ねダンジョンやってるんですよ。超面白いです、ダンジョン。俺の中ではなのでね、ダンジョン動画ばっかになっちゃうと思うんですけれども、まあもしよければね、見ていただければと思います。でダンジョンね、装備が揃ったら、ライブとかでね、ダンジョンガチ育成っていうのも、やってみたいなとも思ってますので、まずは下準備ですね、なるべく早く、下準備して、ライブができるような、ところにしていきたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。